ます。すごいんだけど。うえこんな感じになるんですね。すごい。ププヌルだよ。皆さんこんにちは。ヌヌファクトリーのヌルです。今日はですね、こちら CCI の新商品、スマートミスト車なんでも撥水コートとソフト99の定番商品レインドロップ、こちらを比較していきたいと思います。どちらもムースタイプの簡易コーティング剤で、洗車後の濡れたボディに施工できますので、手軽にコーティングしたい方にはおすすめです。今回はムースタイプの簡易コーティング剤として定番商品のレインドロップと新商品の車なんでも撥水コート、こちらを比べてみてどんな違いがあるのか見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは最初に2つの商品のスペックを比較していきます。まず容量なんですけど、私が買いに行ったお店ではレインドロップが増量タイプの 380ml しか売ってませんでした。ですが通常版はどちらも 300ml になっています。ソフト99の方は中型車が4台分、CCI は中型車が6台分施工できます。価格は CCI が1000円、ソフト99が1200円でした。使用できる箇所もほぼ同じですね。ボディやガラス、樹脂パーツ、ホイール、その他バイザー何でも使えちゃいます。唯一違ってくるのがこの形状でして、ソフト99はバズーカ型になってますので、かなり勢いがありそうですね。ある程度距離があってもボディに届きそうなので、大きな車とかには良さそうです。そして CCI は無難なスプレー形状なので、その分ムースを無駄に使わなくて済みそうだなと思いました。また耐久期間はソフト99が3ヶ月表記、 CCI は表記なしでした。耐久期間は目安になってくると思いますので、それも後で試していきます。それでは早速検証の方を始めていきます。今回のデモカーはベゼルです。最初にボンネットに施工していくので、施工前の状態をお見せします。こんな感じでしっかりと浸水状態になっています。続いては飛距離の方を見ていきます。同じ位置からそれぞれ壁に向かって発射してみて、飛距離の違いを見ていきます。まずは CCI から見ていきます。まず使う前によく振るって書いてありますので、しっかりと20回ぐらい振っていきます。いきます。あ、壁にも届かん、こなー雪って感じ。こな雪ですねこれ。続いてソフト吸気を試していきます。こちらも同じく20回くらいしっかりと振ります。ではいきます。あ、こちらの方が粉雪かもしれん。思ったより飛距離はあるなと思いました。確かに、あ、壁に少しだけつく。壁には届いてます。ただ CCI の方が泡の量が多かったなと思いました。なのでもしかしたら CCI の方が泡の密度は高いのかもしれないです。続いてはもうちょっと壁に近づいてみて、泡の違いを見ていきます。まず CCI から発射してこの辺にかけていきます。あ、すごい、本当にムースだ、モコモコって感じ。続いてソフト99です。おお、強い、結構強いですね。そして一箇所にガッてつく感じです。ソフト99の方が泡だれが早いなと思いましたので、泡の対流性は CCI の方が良さそうです。それでは次にいよいよボンネットに試してみます。使用方法としては濡れたボディに使用できるということなので、まず軽く濡らしていきます。このぐらいかな。まずソフト99から。おー、薄い、結構薄いね。続いて CCI です。おー、すごい、なんかまだやってないんでわかんないですけど、 CCI の方が均一に濡れそうだなっていう感じがしました。なんかソフト99の方が薄いのでちょっとムラになりそうだなっていうイメージです。
CCI さっきかけてもうかなり時間経ってますけど全然残ってます。やっぱり耐久性は良さそうですね。はい、なんかやっぱり CCI の方が泡がこう残ってるんでまんべんなく広げられてる感はあります。うん、CCI の方はやっぱりモコモコ泡なのでこういう隙間とかに泡が入っちゃってるんですよね。これちょっとめんどくさいですね。でもまあゴムとかについても大丈夫っていうことなので別に問題はないんですけど、こう拭き取るのがややめんどくさいなっていう思いました。それではツヤの違いをマスキングを剥がして見ていきます。マスキングを剥がしてみるとやっぱりマスキングが貼ってたところは気持ちちょっと白っぽいかなと思いますが、よーく見ないとわからないです。2つのツヤの比較としてはそこまで差はないかなと思います。もしどうしてもツヤツヤのツヤが欲しいんだっていう人は乾式タイプの簡易コーティング剤を選んであげるといいと思います。続いて撥水チェックをしていきます。いきます。お、すげえ、すごい、めっちゃくちゃ弾いてる。特に弾きの違いはないかな。そこまで2つの商品の弾きの差はないですね。続いてはフロントガラスに施工していきます。施工する前はこんな感じで何も弾いてないです。かなり視界が悪そう。あ、やっぱり CCI の方はムースタイプが結構高拡散されるので上の方とかまでついちゃいますね。じゃあ拭き取る。拭き取りも簡単です。なんか全然ムラにもならないですね。どちらともほんと洗車の後についでにパパってできちゃいそうなのでかなり時短で楽で撥水コートができると思います。続いてソフト救急です。早いのよ消えるのが。ちょっと待ってくれ。おお、すごいパチパチいってる。ソフト救急の方は蒸発が早いんで気持ち急ぎます。あと炎天下とかだと本当にすぐなくなっちゃうと思うんでやめた方がいいかなと思います。拭かないでそのまま自然に消えてったら後になりそうな感じです。あ、そうそう、ちなみに今回は下地処理何もしてないです。油膜とか鱗も取ってないです。それでは撥水の方を見ていきます。はあ、すごい。あ、でもなんかレインドロップの方が弱い。真ん中ら辺落ちてません？うん、もしかしたら私のやり方に問題があったのかもしれないですけど、ところどころ落ちちゃってますね。結構塊になっちゃってる。うん、CCI の方は特に取れてるところはなさそう。ただバッチバチに弾くかと聞かれればそうでもないので、窓ガラスに関してはガラコとかそういう窓ガラス専用の撥水剤が一番いいのかなと思います。フロントガラスに関してはレインドロップの方が撥水は弱かったです。で、考えられる原因としては泡の密度が CCI よりも低いので塗りムラができちゃったんじゃないかなと思いました。なのでまんべんなく均一に塗りたいっていう方は CCI がおすすめです。それでは次にルーフの方にそれぞれの商品をかけていきます。まずは CCI からやってみます。お、結構やっぱり泡が細かいから風に流されちゃう。でもかなり奥の方まで行きましたよね。次ソフト救急行きます。おお、反対側まで行きました。たどり着いた。でもこの噴射の段階で向こうにたどり着いたとしても結局吹き上げるときは向こうに回らなくちゃいけないからあんまり意味はないじゃないんですけど、まあでもいいですね。結構奥の方まで届くので
かなりやりやすそう。大きな車とか乗ってる人にはおすすめですね。あと広い面積に施工したいなという方にはこちらのレインドロップがおすすめです。お次はホイールに施工してみます。まず施工前の状態はこんな感じです。こんな感じで全然弾いてないですし、結構ホイールが白っぽくなっちゃってますね。最初にレインドロップを施工してみます。でホイールに施工する際の注意点なんですけど、そのままスプレーしてしまうと奥の方までかかってしまうので、必ずクロスに取ってから施工してみましょう。もうすぐなくなっちゃう泡が、めっちゃパチパチいってる。ツヤ出てない？結構出てるよね、汚れが取れただけか。でもだいぶツヤ出てるね。なんか塗ってみてる感じ、ちょっとレインドロップの方は泡がなくなるのが早いので、ワンスポークごとに噴射してます。なのでちょっとコスパ悪そうだなと思いました。よかった 80ml 増量タイプ買っといて。ただツヤはかなり出てます。だって全然違うもん、ここ未施工面、施工面ね。でもこれだけツヤも出て弾きも良かったらすごく良さそう。一石二鳥っぽい。はい、撥水チェックしていきます。はあ、すごいよ、バチバチ。これめっちゃいいね。ツヤもかなり出ましたし、バッチリ弾いてますし、これすごくいいと思います。特にこういうブラックホイールとかはいいですよね。ツヤがすごい分かりやすいですし、ブラックホイールの方とかおすすめです。結構水かけてみてもツヤが落ちてる感はないですね。全然大丈夫そう。続いて CCI の方を施工していきます。こんな感じでレインドロップと同じく全く弾いてない状態です。ではやっていきます。すごいんだけどこんな感じになるんですね。すごい。じわ。あ、でもやっぱりムースタイプだからこういう溝とかに入っちゃいますね。かなりモコモコですから、気になる人は気になるかも。ツヤはレインドロップの方が出てる感じがするな。もちろん CCI もかなりツヤは出てると思うんですけど、ツヤの部分だけ見るとレインドロップの方が出てたかなと思います。こっちの CCI の方はやっぱり泡の対流性がいいので、2スポークぐらいでワンプッシュです。ああ、ここの周りに入っちまったぜ。ちなみに私はこういう隙間に入ったの気になるタイプ。水はじきチェックします。弾いてるけど、やっぱりホイールに関しての水はじきはレインドロップの方があるかな。そんなにバッチバチじゃない。ただ CCI の方もかなり水をかけてもツヤはあんまり落ちないですね。コスパがいいのは CCI、 施工しやすいのはレインドロップでした。レインドロップの方が泡の時間は短かったので、何回も付け足さないといけなかったんですよね。なのでコスパは悪かったです。で逆に CCI の方はモコモコ泡になったので、かなりコスパはいいなと思ったんですけど、その分こういう溝とかナット周りに泡が溜まってしまうので、ちょっと施工はしづらかったかなと思いました。それでは次に耐久性の方をチェックしていきます。ボンネットにもう一度同じ箇所に同じものを施工していって、その後に連続洗車をしていきます。ほんと洗車のついでにささっと施工できちゃうからすごく簡単です。撥水チェック。
安定のしっかり弾いてます。3回連続にしようかな。洗車します。じゃあ1回目流します。わあ、大丈夫だよね。大丈夫大丈夫、うん、全然余裕だね。次2回目。ちなみに今使っているミットはポムルのウォッシュミットです。一人でやるとさ、ホース持ったりミット持ったり忙しいのよ。めぐみが欲しい。あ、ちなみに今日めぐみお休み。ちょっと落ちてきてない。全然大丈夫。でもやっぱりなんか2回洗車してみて思ったことは、 CCI の方が粒が細かい。やっぱりレインドロップの方が撥水がある気がします。絶対3回目も落ちないじゃん。3回目流します。はぁ、全然落ちないやん。簡易コーティング剤落ちるまで帰れませんですね。同じぐらいか。え、すごい耐久性はすごい。うん、どちらとも大差はないです。ただ一番最初の頃に比べると若干どちらも撥水は落ちてきたかなと思いますけど、まあ、洗車のたびにこちらの2つの商品それぞれ施工してあげると全然維持はできるかなと思います。はい、というわけで今回は CCI のスマートミスト車なんでも撥水コートとソフト99のレインドロップ、こちらを比較してみました。結論としてはまず泡の質感が全然違うなと思いました。結構 CCI の方はモコモコモコっとした泡ですごく施工はしやすかったんですけど、やっぱり隙間に入ってしまったりとか、それぞれメリットデメリットはありましたので、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います。私の個人的な感想で言うと CCI の方がまんべんなく塗り広げられてる感が出て、すごくこちらの方が好みでした。ただレインドロップもかなり飛距離がありましたので、大きな車に乗ってる方とか、あとボンネットとか大きな目に施工したい時はこちらの方がおすすめです。ぜひ気になった方はこちらの商品試してみてください。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。